はトロピカルガーデンです、はい、そうだ、昨日たくさんまたご注文いただいてありがとうございます。それだけ待ってくれて、うん、絶対実は遊んでるわけじゃないからね。昨日のそう、スーパーセール限定セット、うん、すっごいもほんと一瞬でした、うん、ありがとうございました、はい、で再販再入荷ありませんかっていうお問い合わせがすごく多かったんで、うん、第2弾、うん、今日も引き続き品種内容は変わります、うん、はい、今日も引き続き、はい、はい、紹介させていただきます、はい、で昨日は固定が、うん、3種類あったんだけど、うん、今日は固定が、うん、完全固定がないかな、あ、ある、完全固定が1個、まず1個目、はい、昨日と一緒で5種類だと思うんだ、うん、まず完全固定はブラックローズ、はい、まず一品種はこれが必ず入ります。中心だけなんかすごい綺麗になってるね。そう、すごい紫になってきて可愛くなってきたから、うん、まだねこの色づきがちょっと薄いのもあるんだけど、だいたいほとんどこうやって紫になってきたから、うん、で徐々に外側にどんどん紅葉するにつれて紫が広がってきます。でもう少し実も締まります、はい、で成長速度はそれほど速くありません、うん、で葉差しは簡単です、はいはい、ブラックローズね、うん、で2品種目が固定じゃないです、はい、でその固定じゃない内容っていうのが、昨日もラタム入れさせてもらったんだけど、この大きめのラタムとローズガーネット、これが半々でセット、どっちかに入、どっちかが入ります、はい、どっちが入るかは開けてからのお楽しみで、はい、これが2品種目ね、うん、でローズガーネットもこれ今ちょっと一番ちっちゃめのを持ってきたんだけど、うん、サイズがあんまね、あの大きいの見せちゃって全然ちっちゃかったってなっちゃうと嫌なんで、うん、2トンよりはでかい、そうそう、これが一番小さな大きさです、うん、でも小さくてもね、小さいって言っても大きいよ、これ 2.5 号だから、うんね、このサイズ、こっちも 2.5 号です。さっきのブラックローズは2号、うんね、この2つのうちのどちらかが2品種目に入ります。はい、はい、で3品種目が、うん、ブラックシリーズ、こっちに持ってこなかったんだ、これしか、ブラッククイーンとかブラッドマリアとかブラックローズの後輩、うん、見た目が黒っぽかったり、このなんていうの、うん、ブラッククイーン特有のブラックローズとかね、うん、ブラッドマリアとか、あの紫黒っぽい、うん、あれが出てるやつをの何かが入ります、はい、多分ね、選んだ中は4種類あったかな、うん、ブラッドマリア×何々と、あとこのプシケと、うん、何だったっけな、とにかく可愛いやつを選びました。ママが好きなやつだ。今管理ハウスでパッと見て選びながら、可愛いのを選びながら持ってきたから、うん、プシケはね結構可愛いのがあったので、うん、多めに入ってます。であとブラッドマリア後輩、うん、ブラックシリーズねが3品種目に入ります、はい、これは2号のことね。で4品種目が、うん、これか、合ってるよね、うん、合ってる。4品種目がちょっとこれ4種類のうちのどれかから入るっていうあれにしようかなと思って、うん、なんか迷いすぎちゃって、うん、アフターグロフか、うん、カンテか、うん、ヘラか、ダヴィンチコードは販売した株よりもちょっと小さい株ですの、うん、ダヴィンチコード、うんのうちの4種類のうちのどれかが入ります、はい、で均等に一応用意してるんだけど、うん、アフターグロウは結構首長です、うん、首長なので切ってもらってもいいし、うん、でも根もすごい張っちゃってるから、うん、鉢増し少しほぐして植え替えてあげてください、はい、これ 2.5 号でこのサイズだからすごいでかいんです。アフターグロウね、アフターグロウはみんなこんな感じです。15センチうん、20センチ近くある。そうだね、うん、全部の端から端でね。ただもう少し水を切ってから送りたいので、うん、もう少し葉が柔らかくなるのにシュッとキュッとね、うん、なるので、ね、うん、完全に開くとこんな感じです。はい、でペラもこれ今一番小さいの持ってきたんだけど、大きいのはこれの2倍ぐらいありました。ただね、大きいのばっかり見せちゃうとあれなんで、うん、でもこれでも12、3センチあるかな、うん、ね、一番小さいのを今見て持ってきたんで、これがヘラね。ヘラは2号のポットです、
で次が寒天。寒天はねちょっとね葉が伸びちゃってるんだけど、冬にギュッとどんどん縮まっていってくれるから、うん、伸びた葉は冬下枯れ落ちちゃいます、うん、で今伸びてる状態でだいたい15センチ以上あるね、うん、これもやっぱ20センチ近くになっちゃうんだけど、葉が割れやすいので少し水を切ってから送ります。寒天ね、で2号のポットに植えてあるので植え替えてあげてください。はい、もう自立できない、頭がでかすぎて。でダヴィンチコードもこんな感じ、だいたい全長で言ったら20センチぐらいになっちゃうんだけど、うん、株が2つしかついてないです、うん、2つか1つか、だいたいあのバランスでね均等にはしようと思ってるんだけど、うん、3.5 号のポットに植えてあります、はい、ね、ちょっと小さめのサイズなので販売してるのよりは小さいのでそれだけご了承ください。はい、はい、で4品目目はこの4つのうちのどれかが入ります。今回だから4品目になっちゃうのかな、はい、そういうことだよね、うん、4品目だ。4品目で調整して送らせてもらいます、うん、ただ今回結構いいものが、で4品目で昨日ちょっと5品目だったんだけど今日は4品目になっちゃったんだけど、うん、そんな感じで集めました。はい、なので今日の21時更新します、うん、はい、数量は限定なのでまたね早い者勝ちみたいにはしたくないんだけど、スーパーセール特別セットパート2で登録しておくの 2番でね、うん、1番を見て売り切れになってたと思わない？うん、そうだね。であともう一つ、うん、ちょっと可愛くなってきたんで、うん、これも販売させてもらおうと思って、タイオニウムのガーナ、うん、のグリーノビアシリーズ ね、あのピンクになってきたんすごく。本当だ、だんだんねピンクに色づいてきたから可愛くなってきたんで、うん、これも今日販売をします、はい、21時に追加をしとくので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、あと一つね、うん、ちょっと自慢をねいい店びらかして、うん、コースターがそろそろ切り替わります。はい、新しいコースターができたので、これとこれと今これで3種類でしょう、うん、あともう一つこれちょっと自分の希望で作ってもらいました、トロピカルガーデンのロゴっていうか、うん、マーク、モンステラなんだよ、トロピカルなんだよ、うん、タニックじゃないんだけど、うん、今回ちょっとどうしても欲しくてこれも入れましたのでどれが入るかはお楽しみなのでぜひコンプリートしてください、はい、今までのこのコースターコンプリートしてくれてる人いるかな、いるんかな、すごいよね、すごいね、もう聞いたらすごいなと思ってね、うん、俺もう1種類しか持ってない、うん、自分でも持ってないかも、うん、データは全部持ってるけど、そうそう、だからね作ることはできるけど、うん、本体は持ってない、うん、1種類も持ってない、そうだね、昔のエケベリアセットの時のコースターは持ってるけど、うん、すごい昔だよね、うん、この時のは持ってないな、このシリーズは、うん、ねー、ぜひぜひ、もしいたらちょっと教えてください、うん、いたらちょっとなんかちょっといるのかちょっと興味ない、気になるね、うん、でもさ実際使っちゃってると結構折れちゃったりするじゃん、この紙とかって、だからなかなか難しいよね、うん、その日の発想で毎回違うから、うん、ランダムに使われてるから同じのが来ちゃう人もいるわけですね、そう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 、もしいたらすごいんだけど、うん、ちょっと気になるから教えてください、うん、ね、そろそろコメントを皆さんのお返ししたいんだけどすいません、なかなか返せなくて、うん、徐々にあの順次お返ししていくので読ませてもらってるので、はい、ね、ちょっとこう起こしてくれるかな、うん、新しいコースターです、はい、でね、うん、また来週ラウイかね、そのラウイだね、これなんかアメージンググレイスに見えちゃうんだけど違うだろうけど、うん、ラウイデビーとかじゃない、デビーとかじゃない、デビーかな、デビーにしたらでもピンクっぽすぎるよね、うん、かわいいよ、アメージングだよ、うん、そしてとこじゃやっぱりなんか妖精上っぽい感じに、うん、トロピカルガーデンのロゴ、うん、ハズレとか言わないでね、うん、そんな感じで今日も21時に更新します、はい、でお買い物、あ、じゃあスーパーセール中なのですっごい配送にすごく時間がかかっちゃって、うん、あとね台風の影響で配送がストップしちゃって受け付けてもらえないところがちょこちょこあって、エリアによってね、そうそう、それなのでこれからの時期あるんだよね、そう、解除され次第どんどんお送りするのでお願いします、はい、どんどんなんかエリアが広がっていってて、うん、
何なんだろうね、そんなにすごくなっちゃってるの今。違う台風が来てるのかな、うんね、そういう時はもう日本にも送れないので、そういうのが解除されてから送るので安心してください。はい、はい、以上です。はい、じゃ今日はそのところで大丈夫、大丈夫です。はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。